こんにちは、田村です。本日は時間が空いたので東京競馬場のそばに行ってみました。馬そば深大寺、この辺りで有名なそばっていうと深大寺そばなんですよね。そういえば築地にも深大寺そばってありましたよね。私あまりイベント系のところで食べることがないんですけれども、まあ東京競馬場でもね、めったに食べることはありません。ただここは間違いなく立ち食いなんで、では食べてみようかなということで入ってみました。で、最近ちょっとダイエット期間に入ってましてね、何かダイエットに常連に入れようかなと思ってたんですけども、どうもタコ、イカがタンパク質が多くて脂肪が少ないっていうことで、最近はちょっとイカ天を食べてます。まあそういうわけでね、イカゲソ天が目に入りまして、すかさず頼んだっていうわけですけれども、来たのが大きなゲソで、本日の主役はね、ゲソ天ですね。で、あと麺ですけれども、細めで、色の黒さを見ると2番粉ぐらいですかね。で、引き方がそんな感じの粉だと思うんですけど、茹で置きって思えないぐらいね、コシと味わいがありまして、客の回転がね早い線もあると思いますけども、まあそういう感じで味わいはいいですね。あとわかめが入っていて、つゆはまあ甘めで辛さは控えめという感じで、美味しいつゆですね。濃い味ではないですけれども、まあギャンブル場の味付けっていうのは大体にして、味付けは過激なものがほとんどありませんという感じですね。年配に合わせてますから。てなことで、先ほどからチーターとかね、トラさんがそれ何ってことを言ってるんですけどね、このイカゲソをね、ちょっと点検中なんですけども、イカゲソだったのに、なんか胴体の部分入ってるなと、なんか妙にでかいなと思って、ちょっと調べてみて、この通りなんですよね。ちゃんと吸盤ついてて、ゲソだったんです。足だったんですよね。すごい、太い。大きいんですよね。なので、ここのね、イカゲソのこの、ぶっとさ。これはちょっと得質問かなと思いまして、まあここの、ゲソ店、おすすめと言っておきましょう。以上です。